JA、宇宙航空研究開発機構が去年から今年にかけて複数回のサイバー攻撃を受けたことが分かりました関係者などによりますと JAXA は去年6月サイバー攻撃を受け調査していましたが今年になっても複数回不正アクセスを受けたとしていて秘密保持契約を結ぶ外部組織とのやり取りが流出した可能性があるということです JAXA は詳細は調査中としながらも、不正アクセスを受けたネットワークには、ロケットや衛星の運用、安全保障など、機密にあたる情報が出てるというふうには承知しておりません。